俺ら東京作業具だ。俺ら東京作業具だ。俺ら東京サ具だは、歌手、吉幾三が1984年、昭和59年11月25日に発表した楽曲である。作詞、作曲とも吉幾三が手掛けた。主人公が、故郷の田舎を出て、東京へ出ようとする歌手である。日本語ラップの元祖とも言われる。なお、間違われることが多いが、 田はは、誤りであり、ででああ正しくは行具だる。本校では映画、俺ら東京作業札についても記述する。吉は1977年、昭和52年に最初のヒット曲、俺は絶対。プレスリーを発表した後、ヒット作に恵まれない低迷期が続く。アメリカの LP レコードでラップ音楽に触れ、そこから着想を得て作った。本楽曲を、 隠れコード会社に売り込むもすべて断られてしまう。最終的に千正雄が数百万円で基地から原版権を買い取り、この線の支援により1984年、昭和59年11月5日に本楽曲がリリースされた。本作は当時のオリコンでは演歌チャートではなく、フォーク、ニューミュージックチャートでランクインしていた。 これ以前にもスネークマンショーや小林克也、山田邦子らがラップテイストの強い曲を発表しているが、ラップ音楽の特徴であるプロテストソングを自虐的ではあるが盛り込んだところに特徴がある。この歌の歌詞が基地の出身地の言葉である津軽弁と勘違いされることも多いが津軽弁とは全く異なる。津軽弁では、は、東京産業部である。 本作のジャケット写真は北海道増毛町にて撮影され NHK 札幌放送局穴場ハンター2016年4月15日放送にて撮影のエピソードと番組スタッフの探し当てたジャケット撮影地で以下雄一アナウンサーがジャケット写真を再現した写真が紹介された。1985年のオリコンシングルチャートでは年間21位を記録した。 オリコン発表の売上枚数は35.1万枚。吉久三本人が後日語ったところによると、歌詞のテレビもラジオも電話もガスも電気もないなど、自虐的な部分が、発売当初は、出身地である、青森県北津軽郡金城町、現、五所川原市から、うわ、そんなに田舎じゃないと猛抗議を受けたという。また、日本中の小さな農村から、ふざけるな。 オラたちの村を馬鹿にしてるのか、とすごい数のクレームが押し寄せてきたとも語っている。しかし、彼自身の幼少期は本当に歌詞の内容と近いものだったという。一方で、曲の全国的大ヒットを喜ぶ人も地元に多くいたという。レーザーディスクは何者だと歌詞にあり、後日製造元のパイオニアからレーザーディスクの宣伝になったということで、 基地にレーザーディスクの再生装置と一部の映像ソフトが送られた。その後しばらくの間、レーザーディスクは化け物だ。と歌詞を変えて歌っていたという逸話もある。また、夜も一生懸命。でゲスト出演していた基地が同曲を披露した時には、当時のスポンサーのパイオニアにちなんで、レーザーディスクはパイオニア。と歌っている。 この曲がラジオで流れたところ人気が急上昇し生放送の番組であるザ・ベストテン TBS 系列の今週のスポットライトコーナーに登場することになったが本人が緊張のあまり途中で歌えなくなってしまい再度歌い直すというハプニングが起きた本番中に本物の牛を演出のためにスタジオに持ち込みエンディングの絶妙なタイミングでこの牛が空いているザ・トップテン 日本テレビ系列では、基地の地元の北津軽郡金木町にある金木駅から地元の人たちが見守る中、生中継で歌ったこともある。1985年、昭和60年4月10日放送の夜のヒットスタジオデラックス、富士テレビ系列では、スタジオに集合した金木町民をバックに歌っている。青森県では、この年の4月から青森放送でこの番組のネットが、 始まったばかりであった。1985年屈指の注目曲であり、当然ながら NHK 紅白歌合戦出場も有力視されていたが、実際に紅白出場はなかった。この曲が優先を中心にヒットチャートを登り始めたことに注目した徳馬ジャパンは、1984年にプロモーションの一環として吉本人主演によるビデオシネマ、 俺ら東京作業部だ順序編を制作。1985年5月25日にビデオ、同年7月25日にレーザーディスクが発売された。2018年5月に火曜ポップスチャンネルにてテレビ初放送。作品発表から24年が経過した2008年、平成20年にはこの楽曲がきっかけでインターネット上においてアイクソブーム。 口実が起こった。1985年、この楽曲をモチーフにした映画が、小竹の制作、配給により公開された。東京でカメラマンの女子として働く息子と、その生活ぶりに落胆する両親との確執を描いた人情コメディ。吉自身もタクシー運転手役で出演している。同時上映は、男は辛いを虎じ郎恋愛塾。90年代に、 スーダラ伝説による駅東再評価ブームに、ノり唯一のテレビ放送がなされた。上映後に、ビデオが発売されたが廃盤となり DVD も未発売である。2008年4月頃から、ニコニコ動画や YouTube など、動画共有サイトを中心に、他のアーティストの楽曲とこの曲のマッシュアップや、この曲自体のリミックスやパラパラがブームとなった。 これをきっかけにニコニコ動画内ではアイクその愛称が自然と定着し、これは後に公式の愛称となった。その後もマッドムービーの題材として多数のマッシュアップ作品がアップロードれている。これらのアレンジは個人が非公式で作成したものであったが、吉はこのブームについて温知新。私の曲に限らず昔の曲が注目されるのは、 音楽業界にとって喜ばしいことだ。ジャンルは違うが楽の基本は、底辺で共通する部分がたくさんある。私の昔の楽曲との間に、たまたま同調する部分があったのではないか、とコメントし、好意的に受け止める姿勢を見せた。その後、基地から2008年7月4日に開かれたニコニコ、動画の公式イベント、ニコニコ大会議2008に花が贈られた。 同月にはこのブームがきっかけで、ドワンゴ、ニコニコ動画を運営する、ニワンゴ親会社が運営する携帯電話向けコンテンツ、dwengo.jp で本人の肉声ボイスが配信されることになり、ニコニコ動画で、そのレコーディング風景が公式の動画として、配信された。同年10月1日には、上京した。 主人公が親に忠告された言葉を思い出すという設定で書かれた吉自身の作詞作曲によるアンサーソング NDA ん特馬ジャパン特価マイナス73,354が発売された。さらに同年11月19日にはブームのきっかけとなったマッシュアップの作者と吉自身による完全新規レコーディング曲を収録したマキシシングル アイコチャンネル441.93特馬ジャパン特価 -73386 441.93はよし行くぞーの語呂合わせもう発売され吉本人もアイクソ名義でプロモーション活動を積極的にいった楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください